剣安王は、白木の第四十七代の王であり、聖は金、意味縄よしみ安氏、三国式白木本に、剣安王妃の文中では、スケ安とも言う。第四十五代、神武王の異母帝であり、父は、上大統の金金帝、母は、ダイヤの金忠地下の娘の正明婦人。王妃については不明。八百五十七年九月に、先代の文星王が死去し、 衣装によって大いについた。858年には4月の伴奏、5月から7月にかけての考えという天候不順に見舞われ、859年春には穀物が高騰し、国民が飢えることとなった。救済のために王は各地に死者を派遣し、穀物を振る舞った。同年四月には堤防の修築を行い農業振興に努めた。860年九月、 軍神との縁の際に、王族の金、妖蓮の嘘を見出し、長女を降下させた。その3ヶ月後、在位5年目の861年1月に病に倒れ、後を継がせる男子がなかったために、娘婿の金、妖蓮を大いにつけるように遺言して、1月29日に死去した。剣安王と送りなされ、孔雀死に埋葬された。その王領には、 京商北道慶州市生学堂の史跡第179号が否定されている。三国維持王歴では、名婦人とする。ありがとうございます。